定的な仕事ができる今久保ですからね、はい、でトップ下だとあらゆるシーンに関われるのでやっぱりやりたいんじゃないでしょうかね。瀬古が対応します。あとこれは倒れてホイッスルはない。切り返してシュミットが出る、胸に当てた、オーバーヘッド、コロンビア代表逆転、最後は19番ボレが決めました。絵に描いたようなオーバーヘッドキックですけどね。これでコロンビア代表逆転です。いや今一瞬の隙、早い攻撃、そうですね、サイドのところですよね、一度あのシミット・ダニエルもセーバーしてるんですよ、この後ですよね、はい、切り返しにもちょっとやられましたけど、ここですよね。このオーバーヘッド、遠藤も詰めていたんですが、もうこれはどうでしょう、このオーバーヘッド褒めるしかないという感じですか。まあ、瞬間オーバーヘッドで来るだろうという予測はもしかしたらなかったかもしれないですよね。